データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。ああ、2Bか。メンテナンスは終わったのか？はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅。あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが、任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し、情報収集をしてくれ。あれ？レジスタンスとの連絡役には、別のユルハブ隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて、現地調査を頼みたい。了解しました。地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。この先が格納庫ですね。行きましょう。2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。2B さん、今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。2Bさんへ飛行ユニットの降下地点を設定しました。レジスタンスのキャンプよりちょっと離れた場所なんですが、敵への情報漏洩を防止するためなので我慢してください。了解。頑張ってくださいね。
標地点を確認。マップにマーク、推奨、目標地点への移動。推奨、当該地域の敵排除とアクセスポイントの速やかな復旧。バンカーよりマップデータを入手、システムメニュー上で表示可能。マップデータですか。衛星から取得できる解像度が荒くて、あまり正確な形状が把握できないんですよね。新しい衛星が配備されるといいんですけど。大体わかればいい。意外とたくましいですね、トゥビーは。情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近こういう敵が増えたみたいで。ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちは2号。あれ、トゥービーのことを知ってるんですか。いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。
地点の情報を入手。マップにマーク。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター6および 2B さんへ、定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかなーなんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。トゥービーさんらしいですね。それではまた。報告終了。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが、機械生命体を確認。しかも適正反応があります。
全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスはヨルハ部隊にとっても大事な同胞、彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから文句を言わない。はーい。